こんにちは、エンジャーです。今回のテーマは透過回路です。前回のインピーダンスの解説動画で抵抗、コイル、コンデンサーのそれぞれの周波数特性の特徴について紹介しましたが、実は高周波においてはそれぞれの部品とも規制成分を持つため、その特徴が変化していきます。そこで今回の動画では透過回路図をもとに抵抗、コイル、コンデンサーの高周波でのインピーダンス特性について解説していきます。実際の電子部品の構造をもとに、それぞれの素子がどのような働きを持つかが理解できる内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。では参りましょう。まずはじめに透過回路とは何かということについて確認しておきましょう。透過回路は電子部品をモデリングするために用いられるもので、電子部品内部の複雑な要素を単純化した回路モデルのことを言います。この透過回路は電子部品のそれぞれの特徴を主に抵抗、コイル、コンデンサーを組み合わせて表現するのですが、この組み合わせ方によって2素子モデル、3素子モデル、5素子モデル、ラダーモデルなどがあります。このモデルのタイプは透過回路を使用する目的に合わせてどのタイプを使用するかを決める必要があります。もちろん素子数が増えるほど実際の電子部品に近い特性を表現することができますが、その分だけモデリングの難易度も高まります。そのため今回はこのうちモデリングの難易度がそれほど高くなく、かつ特性もそこそこ高い精度が得られる3素子モデルを利用して、抵抗、コイル、コンデンサーのそれぞれの周波数特性について見ていきたいと思います。ちなみに電子部品メーカーによっては回路シミュレーション用のデータをタッチストーン5やスパイスモデルとして提供しているところもあります。そうしたデータが提供されている場合は、自分でモデリングするよりもそのモデルを使う方がはるかに精度が高く、また手間もかからないため、回路シミュレーションのためにモデリングする場合には、モデリングを始める前にそうしたデータが提供されているかどうかを確認しておくことをお勧めします。では抵抗から順に3素子モデルの透過回路を見ていきましょう。抵抗内部の構造は、炭素被膜や金属被膜の抵抗器の場合、被膜の表面をスパイラル状にカットして全体の長さを変えることで抵抗値を調整しています。他の抵抗器も構造としてはおおむね同じで、巻き線抵抗器やホールを抵抗器、セメント抵抗器などはニクロム線などの抵抗体を巻きつける線長を変えることによって抵抗値を調整しています。このように抵抗は抵抗体を巻き線化することで抵抗値を調整しているわけですが、この巻き線というのは見た目としてはコイルそのものですよね。そのため抵抗の透過回路としては、抵抗素子に加えてコイルが直列に接続され、さらには抵抗器の電極管には空気を介して静電容量が働くため、コンデンサーが並列に接続されます。ということで抵抗と直列にコイル、並列にコンデンサーが接続された回路が抵抗の3素子モデルの透過回路となります。この3素子モデルで抵抗のインピーダンス特性を表すと、低抵抗の素子では周波数が高くなるにつれて直列に接続されたコイルの影響によってインピーダンスが上昇していきます。反対に高抵抗の素子の場合は、周波数が高くなるにつれて並列に接続されたコンデンサーの影響でインピーダンスが低下していきます。続いてはコイルです。コイルの構造は見たままですが、電線をコア材に巻きつけたものとなります。これを透過回路に分解していくと、まずは電線によるコイルがあり、またこの電線は小さいながらも抵抗値を持つため、
コイルと直列に抵抗が接続されます。さらに先ほどの抵抗と同じようにコイルの端子間にも静電容量が働くためコンデンサーが並列に接続されます。ただしこの並列に接続されたコンデンサーの静電容量はコイルの場合巻き線の電線間でも静電容量が働いているため抵抗の時の静電容量と比較するとかなり大きな値となります。この3素子モデルでインピーダンス特性を表すと、まず周波数が低い領域ではコイルのインピーダンスが小さいため抵抗のインピーダンスが支配的となります。そこから周波数が高くなるに従ってコイルのインピーダンスが高くなり右肩上がりのグラフとなります。そしてコイルとコンデンサーの並列共振によってインピーダンスのピークを迎え、それより高い周波数においてはコンデンサーの影響が支配的となるため右肩下がりのグラフとなります。そしておおむねの傾向としてはインダクタンスが高くなるほど共振周波数が低くなる、つまり高周波ではコイルとして機能しなくなります。そのため回路の動作周波数に合わせてインダクタンスを適切に選定することが重要ということが理解できるかと思います。では最後にコンデンサーの透過回路です。コンデンサーの内部構造はセラミックコンデンサーの場合、外部電極に接続された内部電極が融電体であるセラミックスを挟んで積層した構造となっています。これを透過回路の視点で見ると、内部電極と外部電極は小さいながらも抵抗成分とインダクタンス成分を持っており、コンデンサーに対して直列に接続された回路となります。ここでの抵抗とコイルはそれぞれ規制成分として ESR や ESL といった用語で表現され、様々な場面で出てくるので覚えておくといいかと思います。そしてコンデンサーのインピーダンス特性は、まず低い周波数においてはコンデンサーが周波数に反比例する性質を持つため右肩下がりのグラフとなります。その後周波数が高くなると直列に接続されたコイルとの共振によって最も低いインピーダンスを示します。この時のインピーダンス値は抵抗の抵抗値と等しく、つまりコンデンサーがどれほど低いインピーダンスを持つかは ESR によって決まるということになります。そして共振周波数より高い周波数ではコイルの影響が支配的となるため右肩上がりのグラフとなります。コンデンサーの場合も静電容量が大きくなるほど共振周波数が低くなるため、デカップリング回路などで広い周波数範囲で低いインピーダンスを得たい場合には複数の静電容量のコンデンサーを組み合わせて使う必要があります。ちなみに ESR に関してはコンデンサーの種類によってその大きさが異なり、セラミックコンデンサーは ESR が比較的小さいですが、電解コンデンサーは ESR が大きいためインピーダンス特性がバスタブ状のグラフとなります。ということで今回のまとめです。今回は透過回路とは何かということと抵抗、コイル、コンデンサーのそれぞれの透過回路モデルについて解説しました。今回紹介した3素子モデルは比較的モデリングが容易でかつそこそこの精度が得られるので、簡易的に回路の特性をシミュレーションする場合などで活用してみてください。なお途中でも説明しましたが、電子部品メーカーからはスパイスモデルやタッチストーンファイルとして部品データが提供されていることがあるので、モデリングを始める前にまずはそうしたデータがあるかどうかを確認することをお勧めします。また透過回路に関しては今回紹介した抵抗、コイル、コンデンサーの他にも、例えばダイオードやトランジスタ、FET、IGBT、モーター、トランスなど様々な電子部品を透過回路としてモデリングすることが可能です。詳細に関しては
LT スパイス部品モデル作成術という書籍の中で解説されています。この書籍には150個以上のチューニング済みの部品モデルのデータが CD-ROM に付属されており、これらのデータはもちろんそのままシミュレーションデータとして使うこともできますが、自分でモデリングする際のリファレンスとしても活用することができるので非常に有用です。概要欄にリンクを貼っているので、興味のある方はチェックしてみてください。今回は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。